トヨタブースの、事前取材会で取材させていただく2台目の注目車なんですけど、同時に公開しているトヨタブースの注目車の1台 FT3 と、こちらもう1台が、FT-SE というフューチャートヨタスポーツエレクトリック。そうですね、はいはい、もう単刀直入にスポーツということですね。車の最大の特徴は今ローアングルから撮っているので、この我々の身長と車の高さが皆さんお分かりいただけるかと思うんですけど、めっちゃくちゃ低いです。あのボンネットの低さ、この低さですからね。バッテリー部位の特徴として、当たり前ですけどエンジンないんで、極限までノーズ低くできるよねというのが一つと、今回の新しいこのトヨタが今回ね発表したプラットフォームではないですけども、このバッテリー部位の基本骨格、薄型電池なんで、今まで床下にどうしてもバッテリーを敷き詰めるバッテリー部位だと、スポーツカーの低さを実現するのは難しかったわけですよね。でもこの車はバッテリー薄いからできるよと、ここまでいけるよというのを示すというのがこの車の、コンセプトというか見どころと言っていいのかなと思います。これはつまり、私の個人的な印象ですけど、アメリカのメーカーのいつまだ出るかわからないあのスポーツカーに対してトヨタが将来どんなことができるのかを見せてきたと思っていいんじゃないですかね。あまり他社のことはわからないですけど、バッテリー部位の可能性ということで、機能的なものと、あとは実はラグジュアリーも見せてるんですけどというのもあるし、やっぱりスポーツカーみんな車好きは欲しいよね。そんな中で特にバッテリー部位の時代になると車つまんなくなるってみんな思ってるじゃないですか、そんなのいらない、そうじゃない、もっと面白いことが実はバッテリー部だからこそできる面白いこともあるよねということを見せる、だから車に今後も期待していいんじゃないっていうのを見せるのがこの車の目標というか狙いかなというふうに僕は解釈してますね。ちょっとじゃあ見ていってみましょう。やはり、もう一台の FT3 と同じで、この車もディメンジョン以外の詳細なスペックというのは今回は公表されませんでしたが、ディメンジョン見てみると全長4380mm、全幅1895mm、全高1220mm、ホイールベースが2650mm なんですよね、一番大きいところはホイールベースかなと思うんですけども、つまり向こうが3メーターちょうどに対してこっちは、35センチ短くなっているということが意味するものはというと、この車はですねやっぱりスポーツカーとして その理想の走りを実現するためにホイールベースはある程度詰めてきたと、バッテリーを結局さっき薄型と言いましたけど、薄くても容量をしっかり持てるのがこの次世代の電池 の特徴なわけですよね、なので今までは逆に言うとすごく長いホイールベースじゃないと必要な容量を入れられなかったわけですよ、だけどこれもうぎっちり詰まってるからそんなに長いホイールベースなくてもいい、しかもね、SUV じゃないんでそもそも容量は、車重が軽いから少なくていいわけですから、ここまでできますよというのを示したという感じかなというふうに。なので軽量で出力ドンと出せるスポーツカーが作れると。でディメンションとしてはもうこれ寸法スープラですよねっていうふうに思います、もう長さも幅もほとんどスープラだなという感じがします、で実際にパッケージングを見ても、ノーズの長さは全然逆に直六じゃないので違いますけども、2シータープラス2室というようなパッケージは、やっぱりみんなが求めるスポーツカーの姿というふうに言っていいのかなという思いますね。なんか名前を S とつけてきたのは、なかなか意欲的ですよね。なるほど、スープラって想像させて。なるほど、ちょっと考えすぎかもしれませんけど、でもそういうものにはなってるねと。じゃあリア行ってみましょう。タイヤはですね、タイヤはパビロットスポーツカップ2がついてますから、相当やる気ですね。フロント26535R20、リア29535R20 です。で実はねこれ、動画が公開されていてもうドリフトしまくってます、なのでそういう車だということですね。なるほどです、テールのデザインというか、ここまで、そんなに言ってこなかったんですけど、FTSE という名前なんですけれども、エンブレムは、GR です。そうですね、トヨタのスポーツカーということでやっぱりそうなると GR になるよねということなんでしょうね、でリアもオーバーハングが短いですよね、タイヤが本当にボディのギリギリのところにある、これもやっぱり
まあ今回小型モーターとか、はい、そういうものを使っているというので、まあ、余計なスペースはいらないと。かなりキャビン後方も絞り込まれてて薄いじゃないですか。レーシングカーですねこれ。そう、形がフロントもエンジンないから低い、はい、でリアももちろんエンジンないからこうやって低く薄くできるということで、さらにディフューザーがすごいじゃないですか、はいね、この下側 の下側の、はい、ここって例えばデフだエンジンだがあったらこんなディフューザーつけられないわけですよ。マフラーあったらねえみたいな話、ね、そうそう、だからやっぱこれも BEV のメリットをフルに生かしたデザインということが言えるのかなと思います、はい、インテリア見てみましょう、はい、インテリアこれ攻めまくりですね。なんか ね、スマホみたいなのが左右についてますが、これはもう運転にとにかく集中してくれというデザインだそうです。ステアリングホイールがあって、はい、その左右のこの、まあ、要はスマホみたいな画面はいろんなコントローラーなわけですね、うん、はい、あのトヨタおなじみのドライブモールセレクターがついてないです。つまりこの横のパネルから、あ、今左に出てますね DPR と。あ、なるほど、はいはい、これでコントロールしてくださいね、うん、ということと、もう一つはこれもヨーク型と言っていいんですか、はい、ステアリングですか、ね、はい、ということはステアリングバイワイヤーをちょっと想像させる、まあ、というか間違いなくそうでしょう、うん、ということですね、はい、前後2モーターで、駆動力制御してステアバイワイヤーで制御する、はい、ね、まあ、もうそれはもう絶対やってくるし、新しい走りの喜びっていう意味ではやるでしょそれは、うん、というふうに僕は思います。でこのミーパッドとかなんですが、まあ、コンセプトカーですけど、はい、これが 3D プリンターで一体成形したものだそうで、はい、これ何のメリットがあるんですか。軽い、ほう、そしていろんな成形が自由にできる、うん、さらにエコ、うん、まあ、素材をね、これよく見ると網みたいなものじゃないですか、はい、だから素材いっぱい使ってないわけですよね、うん、あの材料を、ね、軽い、まあ、そういう意味でも面白いで、かつ運転に没入する、ミーパッドがあんだけの面積あるってことは、はい、まあ、コーナリングフォースいっぱい出るんだなということを想像させる、まあ、デザインの自由度が非常に高いんでしょうね。これだけ背の低いデザインなんですけれども、まあ、確かによく見ると床は低いですねこれ。そうですね、あの、まあ、普通に普通ですよね、はい、普通ですね普通の、はい、まあ、スープラとかよりもおそらく5センチぐらい低いわけですよね、うん、はい、なんですけど中はむしろスープラより広いかもしれないと。ちょっと視聴者の皆さんのために、はい、後ろ側も、はい、ぜひ、はい、ロールケージ的なものが、うん、ありますね。カーボンですが、カーボンですね。でそしてトランク、まあ、2室十分にありますね、はい、あと後ろにこれ、まあ、2座なんですけれどもいけますよね。4座分のスペースがあるということはちょっとこれも何かを想像させます、ね、はい、そんなことも考えられるようなパッケージング、はい、まあ、やっぱり BV のメリット、うん、ね、やっぱり、スペースを自在にコントロールできるというのがすごい生きてますよね、はい、だって仮に鉱石を作ったら頭上がここですから、はい、つまりあんまり狭くないです、うん、後ろみたいなことができるかもしれません。トヨタの方にね、今ちょっとお話を伺ったら、重量配分、やっぱり前後重量配分の良さ、重心の低さが、うん、バッテリー部位はスポーツカーとして、まあ、適したところであるというところを言ってました、はい、で前後重量配分も50、50なら必ずしもいいわけではなくて、はい、あの好きなようにできるっていうんですよね、うん、ちょっとリア寄りにしときてリアのトラクションを稼ぐようなレイアウトも、はい、別に自在にできるのがポイントだと。だから走りはあの、まあ、自在に味付けができるわけですよね、はい、それをね、まあ、この車は、まあ、一番ピュアに表すバッテリー部位面白いよと、はい、面白いことできますぜということをね、まあ、示した一台なのかなと思います。あと、まあ、センタートンネルないんでよく見たら足元めっちゃ広いですね。この助手席まで実は全部床が完全フラットで作られていて、これはこの新しい電池で何ができるかをしっかり見せてるコンセプトカーかなと思いますね。